皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日紹介するのは、ニューヨークミッドタウンと、クイーンズの西に位置するルーズベルト島、マンハッタンの島なんですけども、その隣にある島、ルーズベルト島を結んでいる、トラムと呼ばれているロープウェイですね。こちらを紹介させていただきたいと思います。なぜこのトラムというロープウェイを、ね、紹介するにしようかなと思ったかというと、ですね、ロープウェイでニューヨークと島と島をつないでいるということもありまして、景色は本当に抜群に綺麗です。特に、夕日がの、朝日が昇る時間、夕日が沈む時間など本当に綺麗となっておりますので、で、こちらのさらにですね、こちらの乗車の運賃が、メトロカードのアンリミテッドパスを持っている、持たれていく場合ですね、無料で乗車することができます。もちろん、島に行って帰ってくるだけにはなってしまうんですけども、まあ、これもね、無料で利用できるということなので、ぜひね、ニューヨークに行かれる際、時間のある方は、おすすめと。終わります。今こちら歩いているのがグランドセントラル48丁目のグランドセントラルの地下コンコースのフードコートとなっています。こちらはですね、ジャックドレス、あとマグノリアベーカリー、カップケーキですね、あとハンバーガー屋さんのシェイクシャックなどが私は最後に行った時にありました。残念ながらですね、結構中のお店は変わったりします。なので、動画を見てて、まあ、絶対あるって言われると、もしかしたらついてくれないっていう可能性がゼロではないので、まあ、参考程度に見ていただけたらなと思います。まあ、このグランドセントラルのこのフードコートというのは、まあ、潰しが効くっていう感じで、なんかちょっと遅くなって食べるところを探すっていうよりも、調理買ってホテルで食べることができますので、まあ一つ覚えていただいたら、ニューヨークの方に一応するんじゃないかなと思います。夜の9時から10時ぐらいまでやってるかと思うんですけども、こちらまだ公式の URL をしておりますので、こちらで確認をしていただけたらなと思います。それではニューヨークのトラム、ロープウェイですね、日本人は完全なロープウェイですね、行ってみたいと思います。はい、ちょうど今トラムに乗り込んだところに来ましたけども、まあ乗り方はそんな難しくもないですし、まあメトロカード通すだけなので大丈夫かなと思います。で、場所はですね、59丁目と2番街の間ですねとなっております。まあ方角をつけて行っていただければ、メトロカード持っていただければ、ね、誰でも行かれることは簡単だと思います。 で、ちょうど今トラムが出発したところですね。ニューヨーク、ちょうどこれは私が行ったのはちょうど朝だったので、ちょうど朝焼けとなっているんですけども、こうやってね、ニューヨークの、まあ、このトラムウェイっていうのは、まあ、一番有名になったのは映画レオンの中で利用されたというか、すごく有名になりましたし、まあ、それでニューヨークの代名詞みたいな一時期になりましたよね。まあ今となってはそこまで、まあ、レオンの映画を、ね、見たことある方は結構知ってる方も多いかもしれないんですけども、ね、見たことない方あんまりかなっていう感じかもしれないですけども、本当に来てよかったなと思うぐらい本当に綺麗だったので、ぜひ時間がある方ね、お勧めしたいと思います。まあ、いつものごとくね、私のナレーションずっと聞いててもしょうがないので、ニューヨークの、ね、トラムウェイ映像を楽しんでください。